ボディ、ボディ、ボジエは、アメリカが州国カリフォルニア州東部、シエラネバダ山脈の登録に、かつて位置していた都市、保養地として知られる、他方護の南約 120km に位置する。標高は 2550m である。19世紀後半のゴールドラッシュで栄え、前世紀には1万人近い人口を抱えた。しかし20世紀に入ると、 金が掘り尽くされ、また、大火の影響もあって、町は、急速に衰え、やがて人の住まない、ゴーストタウンと化した。現在では、ボディは、国定歴史建造物、及び修立歴史公園に指定されている。1859年、この地で、WS ボディ、WS ボディ、ボディとも綴りによって、金の鉱脈が発見された。ボディという地名は、 この WS ボディにちなんでいる。同年11月、ボディはモノビル、モネビルに物資調達のための旅の後、ブリザードによって死亡した。その後しばらくの間ボディは何人かの炭鉱者と、鉱山会社の社員たちが住む、小規模な鉱山キャンプに過ぎなかった。しかし1876年、スタンダード社、スタンダードカンパニーが、 商業量に達する金の倉量のある鉱脈を発見するとボディは急速に鉱山町として発展し始めた。さらに翌々年の1878年にもボディの近くで豊富な埋蔵量を有する鉱脈が見つかった。1880年頃にはボディの人口は1万人近くに達した。ゴールドラッシュにはいたボディの町は他の多くの辺境の町同様、 無法地帯としても知られていた。前世紀にはボディには60件のバーが立ち並んだ。殺人、バーでの暴動、馬車のハイジャックなどは日常茶飯事であった。ボディにまつわる逸話もあった。一家でボディに引っ越すことになった時、ある夜にある少女が、グッドバイゴッド、We a r ゴ going to b へ、さようなら、神様。私たちはボディに行きます、と祈ったという。 しかし地元の記者はこれに関して、少女は、グッド、バイゴッドウィーアーゴーイングツーボジ o 素晴らしいわ。神様のお帽子召しで、私たちはボディに行くの、と祈ったのだと主張した。ボディで取れた金は、ネバダ州の州都であり、金の集積地であった、カーソンシティに送られた。ボディから、カーソンシティへ金を運ぶ、道中、大抵は武装した護衛がついていた。 カーソンシティについた金は列車に積まれ、サンフランシスコの造幣局に送られていった。ボディには電力も通っていた。1893年、スタンダード社はボディから約 20km 離れたグリーン川、グリーンクリークに水力発電所を建設した。この水力発電所はブリッジポートの上流にあり、最大百三十馬力六百ボルトの電力を 発電することができた。この発電所で生み出された電力は、同社の工場の機械の動力として使われた。これらの電力施設は、初めて長距離の送電を行った例の一つとして挙げられている。ボーディには、チャイナタウンもあり、数百人規模の中国人が住んでいた。中には、同郷の信奉者もいた。中国人たちは、野菜や焚き木の販売、洗濯サービス、 切断加工、運搬などで生活の糧を得ていた。ボディの外角には墓地があった。墓地の近くに立っていた死体仮置き場は、ボディの町で唯一、レンガで作られた建物であった。これは、夏の暑さで死体が不乱し、悪臭を放つことを防ぐためであったと考えられている。当時の辺境の鉱山町の多くがそうであったように、ボディにも町の北外れに、 赤線地帯があった。ボディに伝染病が流行した時に町にやってきた、売春婦、ローザメイ、ロザメイは、フローレンス・ナイチンゲールさながらの献身的な看護で、ボディの多くの町民の命を救った。しかし、売春婦であったがために、死後町の墓地に葬られることは拒まれた。町の中心には甲府たちの労働組合の本部があった。 労働組合の本部の建物は町民たちの集いのバーであった。現在ではこの建物は町の歴史を今に伝えるある種の博物館のようなものになっている。19世紀後半には映画を極めたボディであったが20世紀に入ると金が掘り尽くされ、それに伴って町は急速に衰えていった。特に1932年に町の中心部が 大火に見舞われてからは、ボディの衰退はさらに加速していった。20世紀後半に至るまで細々と人が住んではいた。ものの、ボディから、人は、離れ続け、やがては、人の住まない、ゴーストタウンと化していった。1961年には、ボディは、国の史跡に指定された。翌1962年には、ボディは、中立歴史公園に指定された。 中立公園のレンジャーの事務所は、かつてのグリーン通り、グリーンストリート沿いに残っている民家の一つを再利用しているものである。今日では、ボディの町の一部が残っているのみである。訪問者はかつて1万人の人口を抱えた町の跡地を歩き回ることができる。残っている民家跡の内装や家具は、住民が離れた時のまま残っている。ボディは一年中開いているが、当期は大雪で、 道が閉ざされるため、夏季が観光シーズンとなっている。ボッピーは砂漠地帯にあり、標高が非常に高い上、吹きさらしの高台の上に位置している。したがって、気温の年角差、比較差が共に大きい。夏の日中は極めて暑いが、夜の冷え込みが厳しい。一方、冬は氷点下15度を下回ることもある。また風も強く、 毎秒45メートルに達する風が吹き荒れることもある。19世紀当時の住民がこのような厳しい気候の中で生きるためには滝木を多めに用意しておくことが必要であった。今日周辺に木が少ない要因の一つはそのことであったと考えられている。1878から79年の冬には特に寒さが厳しく十分な用意をしなかった多くの住民が寒さのために死んだ。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。